今日、東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は3,300人でした。3日連続で3,000人を上回りました。感染が確認されたのは10歳未満から90代の3,300人で、先週の金曜日と比べて2,000人近く増えました。直近7日間の1日当たりの平均は2,501人で、 前の週と比べて180.5%となりました。年代別では20代が最も多い1208人、次いで30代が725人、重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は82人でした。重症の患者は前の日から7人増えて88人となりました。また、2人の方の死亡が確認されました。